皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。創作欲チャンネル、どうもご視聴ありがとうございます。今回はですね、すごく久しぶりにゲーム実況をやってみようかと思って、この散歩というゲームを立ち上げています。このゲームはですね、ホーンテッドデモディスク2021という、 こうホラーゲームがたくさん集まってホラーゲーム体験版ですね、体験版がたくさん集まった、ものの中にある一本で、まあ、日本が舞台の結構怖い作品だということで、まあ、話題になってますので、まあ、今回やってみようかなと思って、選びました。はい、で、はい、こう動いてますけど、一応これパソコンのゲームではありますけど、まあ、あのプレイステーション1ですね、初代の頃のグラフィックをモチーフにしているということで、まあ、ちょっとね画面がこう荒っぽく見えると思うんですけど、まあ、その時の頃のグラフィックのクオリティで、ゲームができるという感じの、まあ、いろんなゲームが集まっている体験版のっていうことですね。はい、じゃあこのコントロール、はい、こちら、まあ、キーボードでもパッドでも遊べるというゲームになってますね。で、オプションは、ボリュームしかないんですかね。はい、じゃあ、ゲーム始めていきましょう。まあ、自分は、バイオハザードとか、サイレントとか、まあ、あの辺のホラーゲームが大好きなんで、まあ、こういう感じのいわゆるこう探索系のゲームですよね、これね。で、主人公はこの小学生の女の子であるということで、まあ、帰り道に、まあ、いろんなおかしいことが起こる。ただタイトルは散歩なんで、まさかこの格好で散歩してるわけではないとは思うんですけどね。はい、とりあえずこう、まず移動は左スティックですね。左スティックで移動して、で、左スティックを押し込むと、はい、こういうふうにしゃがみます。で、しゃがんだ状態で移動もできますね。まあ、抜き足、差し足といった感じですかね。はい、さあ、これは、まあ、向こうから来たんですが、こっちに行くんでしょうね。まずは、はい。まあ、およそこのくらい、まあ、小学校1、2年でしょうかね。の女の子が帰ってくる時間ではないとは思うんですけど、こんなに暗いのに。うん。はい。おっと、音楽がちょっと、なんかちょっとドラマチックな音楽が流れてきましたけど、これはどっちに行ったらいいでしょうかね。こっちじゃなくて、こっちですか。駐車場。おっと、なんか奥の方で光ってますね、これね。はい、このまあパッドのまあ4つボタンが、ああちょ、隠れる、おっと、パッドがギュンギュン揺れてます。パッドがギュンギュン。おっと、なんか来ましたよ。なんか、おで、あれは、顔なしですか？顔なしっぽい何かがいましたけど、まあ、ここでなんかちょっと光ってるんですよね、これね。で、お
ティピックアップってことで、アクションボタンが、まあ、あのコントローラーの、まあ、4つボタンがあるとすれば下のボタンですね、はい、100円拾いました。100円拾いましたけど、はい、さっきの顔なしみたいなやつが気になるんですけど、うん、まあ多分あれから身を隠して、進んでいくみたいな感じなんでしょうね。こういう物陰にこう隠れてしゃがみ込んで、まあ、身を隠してやり過ごすという感じなんでしょうね。はい、まあ、これはおっと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 、また来た、また来た、また来た、逃げる逃げる、こっち行ってみましょう。こっち、おっ、なぜか魚が落ちてきましたけど、まあ、とりあえずやり過ごしたみたい で、ここの明るいところは自動販売機、200円でなんかこう意味ありげな、こうか、ちょっとイラも隙もないですねこれね。今ブルン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 コントローラーいってますけど、はい、まあ、200円で今ちょっと鍵が自動販売機の中ありましたけど、おー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 、自動販売機内に鍵がありましたけど、あれをまあ200円で買うんでしょうね。さっきの顔なしさんがいて、なかなかこっちに行けませんけど、さあ多分この左下の路地の方にさっきのやつがいるんでしょうね。だからさっきあの画面に出てきた隠れろとかいういろんな、まあ、言語で出てましたけど、見られないようにしろとかいうやつも出てましたね。 Don't be seen、 まあ、見られないようにしろと、まあ、どこにいる、あ、来た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 、バレるかバレるか、よし、そーっとそーっとこっちへ逃げよう。おー、ブルン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 、あー、ちゃ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 、逃げろ、走れ、遅い逃げろ逃げろ、でコントロールですけど、まあいわゆるあのバイオみたいなラジコン操作じゃなくて、まあ、この見たまんまの方向ですね。だ画面上手前に来たければ下を
石を下に倒すと、奥に行きたければ上に倒す、まあ、左右は、まあ、普通に左右ですけど、いわゆるラジコンさドッドッドッド鍵がかかっています。おお、ね、赤くなった。おおおおおおお、来てる。奥でちょっとチラチラ見てるのは多分敵でしょうね。じゃあメッセージは消えましたけど、で音楽も消えて、はい、さっきちょっと見てたんですけど、ここにまた何か落ちてる。おお、100円ですね。これで200円揃ったんで、あの自販機のところに行くってことですか。はい、さあ、おお、これをどうやってやり過ごすか。ここの影にしゃがんで隠れてみよう。これいけるかな。まあ、そーっと歩いて、おっとっとっと、音楽にいちいちビビりますね、これは。さあ、そーっと歩いて、ちょっと走ってみようかな。はい、隠れろ。多分奥、左の奥からまた来るんでしょう。はい、顔なしさん、あ、止まった。おー、で奥に行ってみましょう。はい、自販機行くと200円入れて、はい、カニ手に入りましたね。さあ、これで来るか。来るか来ない。いるんでしょう。おお。いる。多分こっちに来るので隠れろよ。来ないんかい。あ、来た。隠れろ。そっち行って。よし。大丈夫かな。まだいるかな。行けー。よし。
み、早く走って、はい、ここが閉まってたんで鍵ん、おお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 、これはいわゆるあの敵の目線ってことですかね、これはね、はい、おー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 おお、あ、え、あれ、おー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 おお、ちょなんでこんな散らかってんのよ、おーおーおーおお、多分絶対振り返っちゃいけないパターンですよね、これね、振り返ったり止まったりするとアウトっていう、くるーくるー、どう、いや音楽は怖いまんまですけど、追ってこなくなった感じですかね、これね、はい、なんか動きが、おお、これが家ってことですかね、多分こっちは行けない、こっちも行けない、はい、めっちゃ家入りましたけど、タイプ各タイプイット各、うん、なんのこっちゃですけど、まあ家ん中ですけど、なんかテレビがありますよね、でキャン、おおほほ、まだコントローラーがブル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 って震えてます。Can you see me?私の声はあなたの指先を伝って流れる。私の声が聞こえるか?私を感じられるか?ん?どういうこと? My voice casting through your Can you hear me? 聞こえるかってことですね。Can you feel me? 感じられるか?うん、ちょっとなんか、まあ、指先を伝って流れるっていうのが、まあ多分このなんかコントローラーブルブルブルって震えてはいるんですけど、ブル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 って震えてはいるんですけど、なんかこうずっと震えてんじゃなくて、なんかこうブル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 って震えたり、こうブルーって長く震えたりしてるんで、これがなんかこう刺すんですかね、これね、うん、これアクションボタンを押しても何にも起きないんですけど、ただコントローラーがブルブルブルって震えてる感じで、うん、ちょっとわかんないですね、これ。出てみましょう。わあ、おう、いやあ、わあ、はは、わお、タヒータヒーってし、まあこれで
体験版終わりって感じでしょうかね。まあクレジットも出てるんでこれで終わりだとは思うんですけど、はい、エンド2分の1ってことはエンディングがもう一個あるっていうことですよね。まあ、やっぱり家の中でちょっとねあったやっぱテレビのそば行くとこうコントローラーがブルブルブルって震えるのがなんか気になるんですけど、じゃあもう一個のエンディングが何なのかっつうのをね、もうちょっとやってみたいなと思います。はい。